どうも森島和樹です。今年の話なんですけれど、2019年の、沖縄の成人式、僕成人式の前日前の日に路上ライブをしてたんですけど、泣きながら聴いている女性がいまして、でこうどうしたのと聞くと、彼女は明日成人式だと、まあ二十歳の女性で、で小さな頃から、幼馴染、お家がご近所さんで、隣同士で仲良くて親友の、その子と今日病院に行ったら、その友達が、そのまま入院して、余命半年と言われたそうで、明日一緒に振り袖着たかったとか、もう泣いてたんですね。もともと長生きはできないそんな病気ではあったみたいなんですが、まさかこのタイミングかと、彼女はとっても絶望に、涙を流しておりました。それで彼女が、友達が生きていた証として、友達が生きていた証として歌を作ってもらえませんかと、言ってきたので、まあ、僕は人の気持ちにそんなすぐなれないので、相当精神力もパワーも使うので、そんな簡単に、イエスとは言えないんですけれど、親友の命を思って涙を流す女性の、二十歳の子の、お願い、ね、聞かないわけにはいかないじゃないですか。でもやるからには、それこそ、僕の命も、かけて作る、まあそういうふうに、言ってですね、作りました。今までどんなことがあったとかいろいろ聞いて、で完成させた時にはもう友達の意識がもうなかったんですよね。まあ、彼女の気持ちになって書いたんですけれど、で2月の8日その日は僕の息子の1歳の誕生日で、沖縄では満載祝いって言って親戚家族、たくさん集まって、ワイワイとするんですけど、その最中に、今日亡くなりましたというメールが入って、僕はその日、まあ、空気を暗くしたくなかったから、なるべく笑顔でおめでとうおめでとうってやってたんですけれど、まあ、気が緩んだらちょっと泣いてしまいそうになるような状態だったんですが、息子の命を、思いながら祝いながら、また違うどこかで一つの命が、消えていった、そういう状態、複雑なこう、でもよりより深く命を思う、日になりました。今日はその友達の彼女の友達の、歌、彼女の気持ちになって、作った歌を、公開しようと思います。聴いてみてください。砂遊び。
今から私は近い未来で大切な人の大切な命失うんだと伝えられました。私の中で一番の友へ。何ができるかな、何してほしいかな、できることすべてしたいんだけど、どんな言葉をかけていいのかもわからないままに時は過ぎてく。見えない力にすがりながら、目の前さえ見えなくなってく。夜空の向こう側に行かせないように、離れないように手と手つないでそばにいるから、あの頃みたいにそばにいるから、君が遠くへ行ったとしても私の中で生き続けるから。時から一緒だったから、当たり前のようにそばにいたから、同じように年を取りながら生きていくんだとばかり思ってた。消えてゆくアルバムの中で小さな二人が砂遊び、命の砂時計、悲しいほどに輝く星砂、手と手つないでそばにいるから、あの頃みたいにそばにいるから、君が遠くへいたとしても私の中で生き続けるから、年を取りたかった。成人式も振り袖も一緒に取りたかった。旦那さん紹介し合って子供同士砂遊び、ずっと一緒に生きていたかった。手繋いでそばにいるから、あの頃みたいにそばにいるから、君が遠くへいたとしても私の中で生き続けるから、私の中で生き続けるから。
今から私は近い未来で大切な人の大切な命失うんだと伝えられました。私の中で一番の友へ。ということで、今回は砂遊びという二十歳の女性が、親友に、送った、親友を思った、気持ちを、歌ってみました。本当に、家族も仲間も、周りの大切な人たち、生きているのは当たり前じゃないな、そういうふうに思います、自分の命も含めて、今生きている人たち、僕らにできることは自分の命を、喜ばせて生きていくことなのでは、そういうふうに、思います、ということで、今回はこれで終わろうと思います、消えていった、尊い命に、冥福を祈って終わります。ご視聴ありがとうございました。森島和樹でした。